こんにちは、Pさんです。今日はアナザーストーリーというゲームをしていきたいと思います。いきなりこのね、森の中に放り出された感じなんですが、多分この車でここに来たのかな。とりあえず進んでみたいと思いますが、この先に、建物がありまして、その中に入って、若干ガンアクションとね、ホラー要素があるゲームになっております。でも作り込みね、すごく綺麗で見えてきましたね。こちらのね、立派な建物、洋館、この中に入っていこうと思います。ようこそ客人、我が館へ。ゲーム機体のだが病弱な体ゆえ、満足に動くこともままならんのだ。顔を出せないプレイを許していただきたい。ああそうだ、一つ頼み事を聞いてはくれんかね。さあ奥へ入ってくれ。はい、行きましょうか。はい、中に入ってきました。外には、出れなくなりました。いきなりこのクマさんがお出迎えしてくれますね。クマと、あとちょっと周りにゴミがね、すごくたくさんあって、近づくとね、このハエがブン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 うるさいんですよね。近づかない方が良さそうです。頼み事は何かというと、私の仕事を手伝ってほしいのだ。私は芸術家だ。良い作品を作るためには助けが必要なのだ。健全な肉体を持つ人間の助けが。なるほど、芸術家がこの家の持ち主みたいですね。で、健全なね、人の力が必要だということですね。まあ、何のことかわからないですけど。はい、何も落ちてないと。おお、私の可愛い子供たち、獅子で名を生きる細胞だが、美しい獅子が鎖をしては意味がない。さあ君の体を支えてくれ。もうこの時点でやばそう。私の芸術のために。もう芸術家なんでしょうね、本当にね。まあ多分これ人間でしょうね。何かされて吊るされてる感じもしますが、でこっからですね、アクションが始まりますんで、ただたまにね、数が少ないので、なるべく、接敵しても戦いたくないので、無視していきましょう。でこう上の乗ると敵ね、こう登ってこれないんですよね。あ、ダンスしてる、ダンスしてる。はい、ということで、無視していきます。で弾がちょくちょくね落ちてるので拾っていきましょう。でゾンビたちは、基本的にはですね、ヘッドショットで一発で、倒せるので、慌てずに引きつけて、頭を狙っていくという感じです。で左側に見えるのが、左下が体力なんですけど、まあ、一発こう食らったとしてもすぐに死ぬわけではないので、まあ、慌てずに、びっくりした、ゆっくり行きましょうか。いやーでもね、木造の感じがいい味出てますね。家建てるんだったらどうですかね、木造がいいんですかね、やっぱりね。この木のぬくもり的な感じが。あ、外した、ちょっと外してしまいましたが、でここで弾拾います。でこの下なんですけど、こうガラスでできてるので割っていきましょう。ただこの高さからね、落ちるとね、痛そうですよね。よいしょギリギリを通って、降りていきましょうか。はい、やっぱ痛いよね、ちょっとダメージ食らいましたね。避けていきましょう。
これは多すぎる。敵が多い。怖い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 。ヒュー。よくも壊してくれた私の作品を。貴様はこの屋敷から出られない。永遠にな。まあ、今話したようにこの芸術家さんが作ってた芸術品というのはあのゾンビのことなんでしょうね。でそれを僕が倒してしまったので怒っているという状況ですね。では、ここで新武器ですね、ショットガン。はい、よいしょ。どんどん進みましょう。でこのゾンビなんですけど、後ろからだとねバレないので、ちょっとね後ろから近づいてやるのも一つの手だと思います。で、ね、しゃがんだりしてね。こういうゲームってさ、だいたいヘッドショットでさダメージ与えられるけど、そのお前を殺してやる。よいしょ。体に当ててもね、なかなかダメージ与えられなかったりしますよね。これきっちりね、ちょっとリロードしておきましょう。で先にね、弾を回収しておくと、この後の展開がちょっと楽だと思います。このね、弾をとりあえず回収して、あ、びっくりした。敵いましたね。びっくりした。あそこに敵がいるのね。ずるい。敵の攻撃力が高すぎる。いや結構ね、敵の攻撃力が強すぎてさ、ちょっと。倒した。いや硬すぎでしょ。いや結構硬かったよこの人。なかなかね連射武器を使ってきたのでずるいなと思いましたけど、行きましょう。どんどん進んでいきますと、また落ちる系ですね。ここはどうでしょうね。だいぶここ落ちたら死にそうですけど、もうここに、まあ、行くしかないかなという感じなので行ってみましょうか。はい、you
はい、ということで今回アナザーストーリーというゲームをやりましたが、非常に短いゲームなので、まあ、暇な時にでもぜひやってみてもらえたらなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。